あなた、お帰り。はい、お帰りなさいの。ぎゅー。いいじゃん、別に。夫婦なんだし。人間ってよく玄関先でイチャイチャするもんなんでしょ？それとも、朝みたいに、チューがよかった。もう、正直だな。でも今はギューしたい気分だったし、それは、あとで、ね。ああ、先にお風呂入る？そっか。ご飯できてたんだけど。まあ、後で温め直せばいいしね。じゃあ、せっかくだし、今日お仕事頑張った君のために、特別に私が頭をゴシゴシしてあげよっか。ほらほら、遠慮しないで。ほれほれ、服脱がしちゃう、ちょっと。そうそう、風邪ひいちゃうから、お風呂場に行っといた。さて、早速。シャワーで頭を濡らして、シャンプーでゴシゴシしちゃうからね。それじゃあじっとしててね。変に動いて目に泡が入ったら痛いからね。にしても、どうして人間はこうも仕事をしたがるのかね。ほら、私たち魔族って生きるための食べ物とかは獣を飼ったり略奪とかしてたからさ。強いて言えば勇者ご一行を倒すことが仕事だったけど、私がこの世界に来た時、君正直焦ったよね。一目見るだけで、あ、こいつ弱いわーって思っちゃった。君のあの強さは、私たちの世界限定のものだったんだね。なんか不思議。でもよかったね。私がこの世界に来た目的は君を倒すことじゃなくて、それが目的だったら今頃どうなってたと思う？この世界も君自身も。
シャンプー気持ちいい？美容院って言うんだっけ？シャンプーするとき、かゆいところはございませんかって言うんだよね。この世界に来て力が弱まったとはいえ、まだ普通の人間よりは力が強いのがちょっと悩みだったりして。そりゃ嫌だよな。だって力が強かったらお嫁さんとして可愛くないじゃん。今の私は君がつい守ってあげたくなる存在になりたいの。今日の仕事はうまくいった？おお、よかったじゃん。これで報酬がいっぱいもらえるんでしょ？そしたら、また美味しいご飯連れてってくれるよね。今度はどんなところに連れてってくれるのかな？ワクワク。なんか、ご飯の話してたらお腹空いちゃったな。私、焼肉ってやつ大好きなんだ。もともと肉食だから肉は好きなんだけど、この世界のお肉ってすっごく美味しいよね。ちなみに今度は、超高級な焼肉に行きたいな。なんとかってやつ行きたいな。チラチラチラ行きたいな。やった、期待してるよ。あなた、よし。
シャンプーはこれくらいにして、お湯かけちゃうね。目つむっててよ。私のシャンプー気持ち。あれ、君よく見たらちょっと耳垢溜まってるね。ダメだぞ、普段から綺麗にしてないと。シャワーじゃ耳の中は流せないし、かといってお風呂から出た後だとなんか忘れちゃいそうだし、ならいっそここでやっちゃおっと。いいじゃん、お風呂場は汚れを落とす場所なんだからさ。待ってて、洗面台に綿棒があったはずだから取ってくるね。よし、そんじゃ寝っ転がることはできないからそのまま座っといて。まずは右側からちゃちゃっと軽くやってくからね。人間の道具って本当便利だよね。特にスマホってやつ、いろいろ知ることができるし、遊ぶこともできるし、何よりどこにいても君の声が聞けるし、顔だって見えるもん。みんなが欲しがってる理由がわかるよね。これがあればいつでもどこでも君を近くに感じることができるんだもん。これって依存症ってやつかな。してたらまずいっしょ。敵は敵らしく、
それなりの態度を取らないとね。え？あの頃のキャラの私も好き？そういうところも大好きなんだから。バカ。昔に戻ってあげよっか。勇者だろうが何だろうが、私にとって雑魚は雑魚でしかないんだから、さっさと消えちゃいなさい。こんな感じでどう？あ、なんか嬉しそう。もう、君ったら。じゃあ、また気が向いた時にやってあげるね。さてと、こっちの耳はもういいかな。じゃ、とりあえず。君、これも大好きだもんね。じゃ、耳が乾かないうちに左もやっちゃおっか。ではこちらも失礼しまーす。珍しいものもたくさんあるし、私たちの世界より平和そうだし。こうして敵だった君と愛し合うこともできるし。君と対立したあの時、すごく辛かったんだよ。だから君に負けた時、
っそこのままこの感情ごと消えてしまった方がマシだって思ったけど、でも君は誠意がなくなった私をちゃんと見逃してくれて、それからは大好きな君をずっと陰で応援してたんだ。でも今は堂々と君のことを応援できるから嬉しいんだ。毎日毎日頑張ってるね。お疲れ様。最初は不安だったよ。魔族の私がこの世界で生きていけるかどうか。もっと言えば、一番不安だった瞬間は君と再会した時。敵の私を受け入れてくれる保証なんてどこにもなかったからさ。でもこんな私を君は快く、とにかく嬉しかった。大好き。本当に愛してるから。実は今でも不安なことが一つあるんだ。それはいいお嫁さんとしてやっていけてるかどうかって。それだけはいつまでたっても。あ、そうだよね。こんなに頑張ってるんだもん。君の言う通り最高のお嫁さんに決まってるよね。やっぱりね。ありがとう。君も最高の旦那様。そうこうしてるうちにこっちも終わっちゃった。ほいじゃ、綿棒をやめて、君の大好きな。はい、これで全部おしまい。どう？頭も耳の中もすっきりしたっしょ？それじゃ、あとはゆっくり使っててもいいからね。私、その間にご飯温め直してくるから。あと、さ。今日の夜、一緒に夜更かししない？なんだか、もっ
緒にいたいんだ。